カネチ、入るよ。お疲れ様です。あ、もしない。お疲れ様です、トマさん。持たずに振りませーん。すいません、ちょっとお疲れなところ申し訳ないです。3日間で5時間しか寝てないんだよ、はい、やば。すいません、お疲れ様です。何ですか。いや、ちょっと新居に引っ越してきたじゃないですか、うん、ちょっとその様子というか見てください。お前クリスマスに引っ越してきて、うん、もう30日、クリスマスから30日の間で家にいた時間多分10時間ないんですね。ああ、そうか。確かにもうすぐ帰ってきてすぐいないもんね、まだタワーマン生活満喫できてないという。ああ、マジルナシー。間違えた、ムナシー。一文字この違うと。君だけを信じて、これ藤文じゃないですか。君だけし、あ、これ、藤文、これ藤文でしょ。壊れるほど深夜さん、3分の1の順次の方、しゃぶしてる。あ、しゃぶしてる。愛せないと言われて、これでしょ。怖がりの君と出会い、やべ、サビが出てこない。あとの夢に気づいた、傷つくため今二人だな、悲しすぎるよ心から。ああ、それから君に伝えたい服を誰か片付けて、僕の部屋を救って。ミュージカル日本ですね、これね、うん、大変ですよね、こうやっぱ荷物多いですし、結構処分したもん、処分というかね、その、そう、うん、あれしたけど、まだ、いろいろやってきたんだけどね、うん、まあでもね、ほら、YouTube っていうのはさ、うん、何か一つプラスになることがあると、みんな見て、その YouTube チャンネルって伸びるの、うん、例えば EXIT のチャンネル、EXIT チャンネルは、実は EXIT が出てるっていうだけで、何の得にもなってないのね。だから、新規の人は別に見ないのよ。なるほどね。だから今日はそこを反省して、今日のチャンネル変えたいと思います、はい、今日は収納を皆さんに、お届けします。なるほど、ね、どうすれば綺麗になるのか、それをだからこのチャンネルを見てるだけで完璧に覚えられる、そんな素敵なチャンネルにして、どん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 今日のこの動画は再生回数回して、もしかしたら急上昇かな、あ、つってね。なるほど、プラスアルファで。そう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 、収納術を見せると。そう、収納術、カネチーの収納術。このね、大量の服たちがあっという間に綺麗になっていくっていう、そういう様を今ね、いいですね、同時進行でやっていこうかなと思ってるんですけど、ただ気になったんですけど、はい、ずっと黒のズボンをただ円リピで畳んでるだけなんですよ、今のところね。まあまあまあ、バレねえからさ。いや、バレてますよ。モザイクしといて。いやいや、モザイクじゃ取れないです。バレねえから、すげーって思われてるからさ。だから、テロップ入れるんだよね、あなたが。こうやってやってるところの下にすげーって毎回入れてる。畳1回につき、1回すげーハゲー、すげーって毎回入れて、リアクションでね、ごまかして、うん、なるほどね。ベッドとかもね、しっかりこう、ご先祖さんやってくれて、で、本棚とかね、結構パン堂本光一、うん、堂本剛と大ソロの、うん、パンの明かり、ライト明かりなんですよ、そうです。はい、これ、うん、お100日後に死ぬワニの人が作ってくれた俺らの絵、うん、ステッカー、え、カネチだ、ほんとだ、これカネチか、これリンタロ、こういうの見せてったら嬉しいかな。嬉しいんじゃない。ね、収納なんかどうでもいいもんね。今見てる人だってイグジットの兼近が見たい人でしょ、うん、もうあと全員飛ばしてるっしょ。だからもうここから 今まで見てくれた人にはここからサービスタイムね、兼近のプライベートを見せするっていう、うん、これね、俺がねプロデュースしてるね、泥水すりたいっていうね若手のユニットがあるんですけど、ね、はいはい、そのユニットの人が旅行行った時に俺に買ってきてくれたね、車のやつ、お着物というか、そう、ね、かわいいし、かわいいね。で、これが君にとっての M1 グランプリは今日だ。じゃん、急に正面が変わったのか。毎日ペコパっていうの忍者パイセンね、はい、用意して、親友の、これすごいだろ、ご本人から。そうだよ。わ、すげえ。兼近大樹様へサイン付き、佐藤忍者、一応中身全部漁って、うん、もしかしたら連絡先が入ってるかもと思ってドキドキしながら全部細かく見た。そしたら
何でもなかった好きになったまあ結婚しちゃったしね。まあね、何にもなかったですけどね。でもすごいいい内容でしたよ。うん、でこっちがあの文庫本系小さい本だよね。はいはい。これはね前から使ってたベッドで。先週のほらコント入門あるよ。これ俺が東京に出てきて一番最初に買った本。おお。コント入門。これじゃあ一じゃあもう。漫才入門も買った。結構勉強熱心だね。最初ね。うん。一気に吸収したんだ。わかんないことばっかりなの。今じゃもう。スーパースターですか。やめろよ確かに、うん、天空城みたいな。天空城じゃねえ、なんだっけ、天空競技場確かにあの天空競技場みたいなとこ住んでるけど、ハンターハンターのね。確かに逗子じゃたどり着かない高さのとこ住んでるけど小さい頃のキルアじゃ絶対に行けなかった位置にいるけど分かるかな。やめろお前、分かるかな。女子は調べてー、よくないね。そう、まあだからまあ本はこんな感じかな。ただね、俺読んでほしい本ある、みんなに。今一番面白かったエッセイ、黒いマヨネーズ。ほう、あ、やばい。あ、でもね、女性はあんまりかも。この中にもね、あの女性に向けて書いてないって、あのちゃんと書かれてる。あ、言ってるんだ。そう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 、女性が見てないと思って書いてますって書かれてるから、女性は分かんないけど、まあ男子諸君は見た方がいいね。すごく面白いよ。なんか俺これ読んでエッセイ書こうって思った、いつか。エッセイは別なんだ、小説とやっぱり。そりゃそうでしょ。今小説書いてるけど、それ書き終えて、うん、あの少ししたらエッセイも書こうかな、うん、あ、いいじゃないですか。これ見て、やっぱね、カネチって活字と相性いいし。あ、そう、結構ね、あいつ俺のこと好きだし、俺も別にあいつのこと嫌いじゃねえからさ。いや、好きでしょ、うん、気使ってるけど、お互いに。大好きじゃん。いい距離感を保ってる。いや、大好きじゃん。このまま行けばね、仲良くなれるだろうなって。大好きじゃん、あ、でもエッセイ書くんだ。エッセイ書こうと思った、アイドル芸人じゃなかったらっていうタイトルで書こうかな。ああ、いいかもね、確かに。うん、正直だってアイドル芸人じゃないもんね、本当はやっぱ生粋のお笑い好きな人だもんね、かね。実はね、だから途中でこうなってるから、ね、だから売れるための考えた時にこうだもんね。そう、だからそのなる前の俺のエッセイとなってから思った言葉みたいなのを。あ、これめちゃくちゃ重いと思うでしょ、うん、で多分俺すごいいろんな、もうすでにねメモはしてんねん、こういうことあったの。ああ、なるほどね。でメモはずっとあるから、それをただね、エッセイにしていくって感じだから、割とスラッと、小説よりはそうね、できるかなって。そうね、軽く、じゃあ皆さんどうお楽しみにエッセイの方ね、うん、よろしくお願いいたします。で、ここが、あ、MD とかあるよ、MD。懐かしい。なんかそういうの見たくね、多分捨てちゃうと思うし、見せとく。これ、MD。 MD、懐かしいべ、MD。 いや、なんかね、懐かしくてね、撮っといてんね。ウーバーワールド、わ、懐かしいべ。タフィウム、パフュームもあるよ、小袋、うん、でもこれね、全部ね、友達のやつなの。友達のやつを俺がもらってんのよ。ギャロとギャルがみんな聞いてて、うん、はいはい、それをなんかもらったのよ。ユースもある。だから選曲がバラバラなのよ。うわ、うっす、なんも見えない。なんか面白いんだよ。レミオロメン、ジャンヌダルク、これめっちゃ聞いてた。懐かしい。ガイア、ラット、ラットね、ラット聞いてたね。わ、森山直太郎、あ、好きだったね。聞いてたよ、うん、小田和正、聞いてた。めちゃくちゃあるじゃん、俺。ラリラリラ、おぉ、やべ、ラリラリラ、おぉ、いつかの忘れちゃいたい僕も、なんで言っちゃったんだの僕も好き、嫌いとかじゃないくらい僕をめでてくれたみたい。メンディー、服を片付けるのがほんとめんどくさいと思ってた。同じズボンを畳んでまた畳んで崩して畳んで悲しみよ、苦しみよ、足踏みしてる、痛みよ、気持ちよさよ、ありがとう。ヘイ、クローゼットを見せてやろうかなと思って、電気つけてカモン、いいの、見せるよ僕のウォーキングクローゼット。すごいな。どう、すごいわ。素敵でしょ。うん、こんな服あんだね。でも言っとくけど、ここにぐっちゃって、ここもいっぱい入ってるでしょ今、うん、パンパンでしょ、うん、ただこれだけじゃねえの。
ついてこい。ここはもうこれね、今、うん、この状態頑張って、うん、5日間寝る前に30分ぐらい片付け続けて今これだけ綺麗になった、うん、見て、うん、これだけ綺麗、うん、今この状況でしょ、うん、俺の荷物はここも全部、俺の荷物はここも全部。ちょっとエグいですね。終わったで、はい、中退しても頑張ったでしょ。アメトーク初めて出た時のやつ、あ、もう記念にね、撮ってますから、はい、ちょっともうね、大変ですけども、うんうん、ここからね、またあれなんか締めようとしてる、はい、ダメダメダメ、え、勝手に締めようとしてる。まだまだ紹介してるとこいっぱいあるの。ちょっと待って。あ、ウルムシアーズの皆様、素敵な新生活を送ってください。引っ越しそばです。そう、見て見て見て、バックホーザフライデーでここを引っ越しが、うん、テレビの企画でここに引っ越したんですよ、タワーマンションに、はい、だから送ってくれました、引っ越しそば。そうね、そもそもね、タワーマンションとか俺どうでもいいタイプじゃん、うん、むしろあの下まで時間かかるからダリって言ってたんだけど、うん、やっぱテレビ的にさ、お世話になった番組だし、そこはやっぱりさ、こういうところをバンとテレビ的に盛り上がるとこ引っ越してやろうと思ってここに決めました。かっこいいこと言ってみました。というわけで、明日の朝は早起きしてまずホッキで焼きます。その後に俺のママが送ってくれた未確認の味付きラム焼いて食べちゃいたいと思います。早起きだぞじゃん。そしてこれ、梅昆布巻き、これあの中条あやみちゃんがクリスマスプレゼントでくれました。毎日一つずつ食べてます。というわけで、明日早起きしてまた料理しなきゃいけないんで、今日は俺のルームツアーはここまでかな。みんなためになったかな。特にね、収納の方法なんて簡単だから、やろうと思わないから進まないの、みんなわかる。だから本気でやろうと思った時、それが綺麗になってる時だから、自分自身の心もね、整頓されてるから。というわけで以上、エグジットチャランネルでした。みんなも、わかんないことあったらどん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 コメントの方に、ください。なんか収納方法とかで悩んでるよみたいな、どんどん答えていきたいと思いますんで、ぜひぜひコメントの方よろしくお願いします。はい、こんな適当な感じでやるんだったら、疲れてるんだったら撮る必要ないですよって思った方はいいねお後がひよりがエグジットチャランネルでした。チャンネル登録しろーよろたのー、通知もオンにしとけー。可愛くない、この服。いや可愛い、それテロテロのおしゃれな、うん、イグジーのブランドです。イグジーなんだこれ。これ4000円ぐらい。あ、なるほどね、うん、おしゃれだから。もう売ってねえのかな。いや、売ってんじゃない。超絶可愛いからみんな買った方がいいよ、うん、ピンクと緑もある。めちゃくちゃ可愛いよ。なんかオールシーズン出そうな、なんか涼しそうだし、ね、これがね、夏用。あ、それ夏用よく着てますよね。そう、お後が Here we go、 お後がユニコーン。あ、いいね、可愛いっしょ。可愛い、可愛い。やべ、畳んでたやつ崩しちゃった。逆に汚してる。いやいやいや、もう寝るじゃん。ちょっとちょっと寝ちゃうよ、ちょっと。カネチ？ん？あ、チャンスだと思ったんだけど。チャンスじゃなくて。え、そのまま無理？え、そのまま寝落ち。今の俺が逆に汚してるのまま、デル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 って音楽流して、イグジットチャランネル、チャンネル登録、シキョロヨロタの無理。ちょっと無理だったね。